県によりますと、今年の春に卒業する県内の高校生のうち、就職を希望しているのは3749人で、採用試験が解禁された9月16日からおよそ4ヶ月で3600人の内定が決まりました。就職内定率は 96.1% と、去年の同じ時期と比べ 0.3 ポイント上昇し、過去10年で3番目に高くなりました。こうした状況について県は、人手不足を背景に就職希望者を大きく上回る求人が出たことなどが要因とみています。